シロンスク・ブロツワフは、ポーランド・ブロツワフに本拠地を置くサッカークラブである。2012年現在、ポーランドの最上位リーグであるエクストラクラサに一致している。クラブは1947年に創設され、以後様々な名称で戦い、シロンスク・ブロツワフという名称は創立の10年後に採用された。1977年。 シロンスク・ブロツズワフはポーランドリーグを初めて制覇した。クラブはこれまでポーランドカップを2度、ポーランドスーパーカップを2度、エクストラクラサカップを1度制している。クラブのホームスタジアムは42,771人収容のブローツワフ市立競技場である。このスタジアムでは UEFA ユーロ2012の試合が行われた。以前は スタディオンオリンピースキアスタディオンオポロフスカを本拠地としていた。1947年の創立以来、クラブは以下に示す様々な名称を用いてきた。シロンスクはブローツワフが位置する歴史的な地域であるシレジアのポーランド名である。クラブのサポーターはポーランドで最大級のサポーター運動の一部であり、ポーランドにおけるサッカーのサポーターの先駆けである。 シレジアサポーターは自らをブローツワフの貴族と称している。1980年代、クラブのファンの多くは、ポーランドの共産主義政府と戦う連帯及び戦う連帯運動で活動していた。故に、反響及び愛国的なスローガンをスタンドで目にすることも珍しくない。ブローツワフの貴族は右翼的であり、同性愛に敵意を抱いている。 彼らは、レヒア・グダニスク、ビスワ・クラクフ、モトル・ルブリン、ミエズ・レグニザ、チェコの SFC オパバと友好関係にある。ポーランド、ブローツワフの私立競技場は、2012UEFA、欧州選手権のために建設された最高ランクである、カテゴリー4のサッカー専用スタジアムである。スタジアムの収容人数は42,771人。 スコアはどちらもシロンスク・ブロツワフの得点を先に記している。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。